し仲間と駆け抜けた夏はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、土曜の夜でございます。竹本さんち、をね、はい、ゴンヌズバってどこの人はい、皆さんいらっしゃいませ。どうぞよろしくお願いします。今ね、あのテレビの方で鬼滅、やってるらしいですがね、まあ後でゆっくり見ようかな後でゆっくり見ようかなじゃないですけどね、まあ一応ね、この土曜日の時間楽しみにされてる方もいらっしゃるかと思いましてですね、もうね、もう一生懸命喋りますよ、いや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 、9月もう終わりだね。25ですね。もう本当あっという間ですわ。月日が経つのは早いもんで、いやー大変ですね。もう本当に、いやーねえ、あ、鬼滅はブルーレイ持ってんのかじゃあもう何度でもですね。ね、いや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 、まあわからんでもないけれども、まあまあそれはそれとしてね。あ、25日毎月恒例村の会議もご苦労様でございます。ご苦労様です。ね、
大事ですね。ああ、地元古典無事に終わったですか。ああ、お疲れ様でした。まあなんかこう秋晴れの日が数日続いたかなって思うと、またこれがドーンと、そしてどうなっとんのこれ。はい、こんばんは。こんばんはでございます。ねえ、いやー、ちょっとね、これどうしたもんだろうね。はい、こんばんは。まだ大丈夫だよ。はい、お疲れ様でございます。なんだかね、いやー、もう今一番いい陽気なのに 一番いい陽気なのに、なんか知らんけど、これよろしくないよね。なんかまた明日から1週間近く天気が崩れるという話で、まあどういうことやろうね、それね。参るね。もうね、いい加減にしてほしいな。せっかく今一番いい時期なのに。もう大変でございますけれども、9月の25日ということでね、まあ今年はね、まあ台風が少ない年なんですよ。皆さんもね、まあお分かりかと思いますけれども、台風がむっちゃ少ないでいいねっていう年なんですよ、でも実際は。これもだからね、何とも言えないんですよ。まあ、来ちゃうものは来ちゃうもんで仕方ないとしてね。じゃあ仕方ないとしてですけれども、いや、でっかい台風になりそうですね。本当に。これはちょっとみんな、もう、ガチで気をつけた方がいいですね。まあどれぐらいになってしまうのかっていうのがまだちょっと想像がつかないですね。まあなんつうんだろう。ねこれからまた発達するかもしれないということですね。はい、こんばんは、いらっしゃい。ね。いや、今日はですね、私も久々に、夕方からゆっくりさせてもらいまして、長めに風呂入ってましたね。もう指紋がふやけるんじゃないかぐらい、風呂に入っておりました。皆さん、湯船には浸かるタイプですか？湯船には浸からんタイプでしょうか。どちらでございましょうかね。まあ、浸かるタイプの方、浸からんタイプの方いらっしゃるとは思いますけれどもね。いや、もうそろそろね、ちゃんとね、羊の魚ね、お気に入ったね。いやいや、もう、ゆっくり浸かる方が、泳ぐほど広い国ちゃんとこは。それはすげえな。なかなかでござる。湯船にはね、ゆったり浸かりたいもんですよ、やっぱり。まあね、いろんなこうあれはありますけどね、当然ね。まあ、どっちがいいどっちが悪いとかそういうんじゃないですよ。そうじゃないですけれども、やっぱりなんとなくちゃんと使った方がいいかななんていうふうに思うわけですよね。気持ちだと思うんですよ。確かにこう気持ちがいいんですよ。なんかこう、まあこれね、まあ個人的な感想ですよ。よくある、例のあれですよ。個人的な感想なんですが、湯船に入った方がなんとなくこうさっぱりするんじゃないかな、なんていうふうに思ったりするんですけどね。これどうですかね、皆さん。
まあ確かにね、免疫アップというふうなことを言われますけれども、実際がどうかっていうのは知らんよ。もう、それはもうね、学者の先生にね、いろいろこう聞いてね、いろいろあれをしてもらえばいいんですか、あれを何してもらえばいいんですけどね、全然分かってね。あれが何していただければね、問題はないわけですけれどもね。どうすか。 そうなんだよね。まあでもほら、なんかさ、湯船に使うとのぼせちゃうっていう人も中にいるじゃないですか。まあそれはでもね、わからんでもないんですよ。わからんでもない。わからんでもないんだけれども、ちょっとね、ちょっとはこれね、いいんじゃないですかっていう、ゆっくりしましょうよっていうふうにね、思ったりしますけれどもね。いやよっこらしょ。イタリアに住んでたから湯船が、そうか、海外には湯に浸かる風習ってあんまないですもんね。いや、それはなんか辛いね。なかなか辛いですね。追いだき、ああ、おね、あ、その追いだきができないともったいない気がするんだよね。ね、かといってさ、なんかこう、銭湯とか、銭湯とかがね、近くにありゃいいんだけどね。今、東京の銭湯の値段っていくらするんだろう。いくらするのでしょうか。金額的に、500円ぐらい？もうちょっとする？どうなんだろうね。湯船は600円。600円。はい、こんばんは、いらっしゃい。あれ、銭湯の値段って東京も600円ぐらいか。お、高海、おう、お疲れさん。高海、銭湯はよく行くか？スーパー銭湯じゃねえで。普通の煙突が立っとる亀の湯とか、そういうタイプの ね、富士山がこう、ビャーンって書かれてある。あれ気持ちいいよな、おっきい風呂な。なんかこう、押してる間だけ、ジャーって。湯船の中で滑って転んで吐き、ああ、そうか、つねちゃんところね、あれね。湯船の底に敷く滑り止めみたいなやつあるじゃないですか。いやー、まあね、でもお湯浸かりたいよね。大人480円。ああ、そんでは3年より細かいな、おい。中忍って、大人、中忍っていう言い方な。銭湯気持ちいいんだぜ。2月14日は銭湯バレンタインデーなんつって。はい、すいません。後ろに立っててください。なんか 中忍っていう言い方どうなんかね、これね。未就学児が、小忍なのね。小忍なのね。いやー、これ高浜、これ気持ちいいんだぜ、銭湯って。まあ、大きいお風呂だけじゃなくて、中にはね、薬湯があったりとか、電気湯とかね、こうピリピリするやつね、ピリピリするやつ。そういうのがあったりね。なんかこう、風が冷たくなってくる頃になると、なんとなく、一回風呂入りてえなあと思うよね。こうブクブクのやつとかね。まあ確かにね、今スーパー銭湯って言ってる銭湯、あら気持ちいいっすよ。わあ、こんばんは。今でも先発代10円。先発代10円、あら、そうなんだ。そうか、それは俺聞いたことはねえな。ねえ、商人を媚び取って呼んでしまう子供の頃。あ、そうね。
パーマの釜のようなドライヤーね、大変ですよね、パカッと、ね、装着するやつね。我が家のそばに銭湯があったんですか。どういう地域に住んでるんですか、銭湯って。すいません、桃子さん、すいません、銭湯があっちゃダメだ、銭湯が。どこですか、アフガンかな、コソボさんが。ダメだよ。戦うんじゃねえ。富士山気持ちいいよね、やっぱり。入ったとこからこう、ほらスーパー銭湯ってさ、こう脱ぐとこと、こう風呂のエリアってなんとなくこう区切られてるじゃないですか。まあ脱ぎら、まあ、普通の銭湯でも一応脱ぐとこは区切られてはいるんだけど、カラッと開けたらそのままターンってまっすぐつながってるっていうさ、あれがいいんですよこれね。まあ確かにね、そのまあ銭湯って言ったら、まあガスで炊いてるとこもあるしね、薪で炊いてるとこもありますよね。その廃材を集めるってのも大変でしょうし、あれ薪買ったらえらい支出だからね。これは大変ですね。薬湯、電気、寝風呂、座り、冷水、サウナ、泡。あ、いいですね。もうそこまで来ると普通の銭湯となんかこうスーパー銭湯というのはあんまり区別がつかなくなりますね。僕が昔住んでた産業橋っていうところにも銭湯があったんですよ。で、そこの銭湯にね、まあその当時、うちのギターやってくれてた相馬かんちゃんが近くにおったもんでね、あ、銭湯行こうぜっつって、で銭湯行ってね、気持ちいいんだこれが。やっぱりね、なんかこう、まあ、なんつうんですかね、この、まあ、裸の付き合いじゃないですけどね、まあ、どことのおっちゃんあたりがね、もう早めに行くわけですよ。3時、4時ぐらいからこう、午後のね、ねえ、もう、で、パリッとして、で、チンチンにこう、熱いお湯ですよ。お、兄ちゃん、うめんなよ、みたいな目で見るわけですよ。それで、まあ、戦うわけで、まあ、20代のね、まあ、ど頭ぐらいですよ、20歳ぐらいの時ですからね。ちんちんに熱いんですよ、これが。親指つけたらそこから真っ赤に張り上がるぐらい熱いんですよ。まあみんなが入ってくるからね、どん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 ね、こう温度がね、だんだん下がってくるからっつって。やっぱりこう、まあ、ああ、こんばんは。熱いんですけどね、お姉ちゃん、うめんじゃねえぜ、みたいな目で見てるわけですよ、これが。あれはもう気合いですわ。まあ、でもちゃんと掛け湯しますよ、当然ですよ。当然掛け湯して、湯船に入る前に、頭洗って体洗って、きれいにして、こうキュッとキュッとキュッと入って、もうあんな気合いですよ、あとは。あとは気合で入ってましたね。もうそういう時代。ほんで、こう湯船、俺は全然熱くねえぜ、みたいな顔して。ね、だから熱くねえぜ、こんなのはおっちゃん。舐めとったらあかんでって言いながら、こう上がったら胸から下が真っ赤っかみたいな。なんかそういう風なね。いや、まあ暑いのが好きとかではないんですけれども、まあなんちゅうかな、なんかこう若い自分っていうのは、そういうのに負けたくないというか、ね。なんか今時の若いもんとか言われたくないっていう。あ、こんばんは。鬼滅見ながら、あ、首元まで浸かりたい。はいいですね。なかなかね、これなかなか難しいですよね。うん、あ、首元まで、まあ今流行りのね、湯船が浅くてゴロンとするタイプの風呂、三宮橋のマンションの風呂がそのタイプだったんですよ。まあ、古いマンションで、追い焚きとかついてなかったんですよ。で、ついてなくて、なんかこう、外人さんとかが、よく、住まわれてたような感じの、この長いタイプですよ、長いタイプ。長くて、なんか片面だけすごくこう傾斜がついてて、こう、寝湯的なやつです、寝湯。寝湯的なやつ。
あれがなかなかですね。なんか、極まりこう、横になって、雷雨的なやつですよ。だから、あまりこう、使った感じがしないっていうかな。なんかね、ホテルの風呂みたいに、シャレオツな感じではなくて、なんとなくこう、ボブスレーな感じの言い方な。全然わかんないけどね。言い方わかんないと思うけど、ボブスレー的な感じのやつかな。浅いんですよ。あ、うちのお風呂がまさにそれ。あ、そうそう、外国の、それそれそれ、細長いバスタブなんですよ。よくね、ボブスレーがぴったりだと思うけどな。そういう感じなんですよ。そういう感じなんだね。あんまり使った感がないんですよ。やっぱり使った感ってね、なんかこう、背筋伸ばしてね、こう、ぐぐぐぐぐっとしゃがんで、こう、あぐらをかいて、ちょうど首までみたいなのが。あ、そういうのがいいんですよ。そういうのが銭湯にあるんです。それを求めていくんですよ。銭湯によく行ってました。ボブスレーでしょ、あれ。どう見ても他に言いようが見つからないんだよ、なんとなくね。もう全然ですよ。まあそういう時代時代ね。あって、僕はよく三宮橋の頃は銭湯行っておりました。ね、皆さん、ね、銭湯とか、まあ当然のことながら、シャンプーとかタオル、バスタオルもそうですけども、リンス、当然ないですよ。当然ないです。そうそうそう、風呂の話。あ、まあお風呂の話というか、銭湯の話ね。銭湯いいよね、なんか。いいっすよ。ほんで、こう上がった後にね、俺らはやっぱコーヒー牛乳派でしたけどね、コーヒー牛乳をね、こう、蓋についてる丸ピンをね、こう、なんか針のついたやつでペッコンって上げて、ペッコンって上がって、あれなんつんだろう、あれの名前がわからない。こう、ペッコンってあげる、開けるやつあったよ、昔。ねえ、こう、冷蔵庫の脇っちょになんかビニール紐かなんかでぶら下がっとったあれや。あれ、みんな、なんて名前だ。そうそう、針がついたやつや。あれ、なんて名前なんだろうな。名前あるのかな。知らんな。知らん？なんかこう、ほら、通常はこう刺さないように、なんか、ゴムじゃないけど、輪ゴムみたいなあれがついててな。ピック？ピックじゃないでしょ。あれ、ピックっていうの？蓋開けピック出そうです。おお、そうか。お、よしとんな、だからね。あれ、蓋開けピックっていう名前なんか。知らんかった。おお、蓋開けピックを検索。違う。あったー、昭和レトロ。昭和、あ、蓋開けピックでいいんだ。へえ、メルカリで売っとる。メルカリで買わんけどな。今ないからな。いや、牛乳瓶の蓋に尖ったつま、あ、なんかついてたな、ペコッと。あったね、あれがね、ぶら下がっとってね、あれはね、まあ、公衆衛生とかあんまり考えとらんかったね、これね、みんなね。もう誰が使ってやるか、パッカン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 あげよったもんな。いや、時代の流れってのはそんなもんですよ。結構。いやー、やってましたよ。蓋集めてまして、あれ、マルピンって言ってたんですけどね、私ね。いやー、28歳だけど、懐かしい。ああ、確かに。まあ、昔はね、その雑菌にはね、みんな強かったですよ。飴玉を落としても3秒ルールってのが存在しましたからね。3秒だったらセーフって言ってましたからね。何がセーフなのか よくわからんけどね。よくわからんけどね。何が3秒までだったらね、
ビニールごと開けるか、ビニールを取ってから開けるか。ああ、そうだな。俺は、ビニールごといっとったな。めんどい。足の甲虫に食われた？あれららら。砂利の上に落ちたやつはさすがに水道水で流してましたね。今みたいにね、水、カルキのどうたらこうたらとかそういうのないですからね。まあ、水道水ダイレクトですよ。ダイレクトでやってましたよ。3秒ルール。確かにね、今はね、あまりにも抗菌抗菌っつって、なんかこう菌慣れしてない子が多いのかもしれんね。大事なことやろうけどね。いやー、三角コーヒー牛乳、テトラパックのやつね。3秒ルール。まあ、大丈夫だよ、大体。はい、こんばんは。抗菌するとカメ、いや、カメムシやめよう、カメムシはね。まあ、確かに、今の状況下はね、ちょっといろいろ気ぃつけないかんことがあってね。学校で飲めるもんっつったら、水道の水ぐらいしかなかったけどな、昔。水道のほら、蛇口のキュイッと曲がったところ上に向けてな、そのまま吸ってたけどな、水 ね、よう飲んだ。職員室の前だけなんかピュッて押すと水がチャーッと出てくるやつがね あったんでね あれ時々言ってましたけれどもね、先生たちのね、美味しい水を飲み、あの水だけ妙に冷えてんだよな、あれ腹立たしいわ。まんまる無果汁シャーベット、無果汁シャーベット、ああなるほどなるほど。いや、まあ、というわけでございます。水勝手に飲んだら、朝怒られるんです。あれね、先生たちがね。先生たちのはね、ちょっと特別なあれですからね、水でしたからね。9月の25日、今日は一体何の日でしょうか、というところで。まあ、これはですね、まあ、私の、まあ、友達でもあります。日比谷松本楼っていうね、皆さんね、ご存知でしょうか。日比谷公園の中にある、まあ、本当に由緒正しき、まあ、洋食屋さん。まあ、いろいろね、いろんな、まあ、昨年、一昨年かな。ちょっとディナーショー等々もやらせていただきましたけれども、その松本楼さんがですね、これちょっとですね、全焼する事件がありましてですね、それで松本楼が再建されたんですよ。で、その再建された日、それが9月25日ということで、励ましへの感謝の気持ちを込めて、松本楼名物、本当に10円カレーですよ。まあ、あそこのカレー、本当美味しいんですよ。で、そこで、先着1500人ですよ。10円で提供するっていうね。10円カレーチャリティーっていうのをやってましてですね、毎年やっておりました。まあ、昨年はやらなかったのかな。今年どうしたんでしょうかね。まあ、感謝の日ということでね。で、毎年続けられているというね。まあ、今度ね、機会があれば、松本楼の方にもね、皆さん、ぜひぜひ行ってみてくださいね、ということでね。そうそう、感謝の日。その通りです。まあ、記念日っていうのは大体感謝する日がいいんじゃないかなっていう。そうそう、今も10円カレー。10円カレーをこの日だけ1500名に、振る舞うと。まあ、振る舞うんじゃないね。お金取るんだからね。あれだけど。ほんで、そのお金は全額チャリティに、義援金として寄付するという、そういう運動をずっとされておりますね。あとですね、主婦がお休みの日。まあ、そうですね。主婦がお休みの日っていうね。日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュをする日ということになっておりますね。これですよ。ね。年3回あるそうなんですね。皆さんね、覚えておいてくださいね。ね。1月25日、5月25日、9月25日が主婦のお休みですね。
主婦休みの日という、これはあの記念日ですから、記念日ですから皆さんねそう1年で3回ございますんでね、そちらをね、これからこれからちょっとまあ有意義に来年ぐらいかな来年ぐらいかなこれねやってくださいね、というわけでございましてね、まあもう30分経ちますね。というわけでここら辺で1曲お聴きください。どうぞ。
はい、雨の金曜日でございました。お聞きいただきましてありがとうございます。10時か。なかなか出ませんな。もしもし。もしもし。蘇我でございます。蘇我さんでございますか。シベリアじゃございません。久しぶりだな。シベリアはないな。このシベリアはないです。もう、そうですね。もう、まあ、シベリアだと逆に嬉しいぐらいですけどね。そうですね。ちょうどいいですよ、シベリアは。つって。いいと思いますよ。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、こんばんは。土曜の夜のお友達。土曜の夜のお友達。うなぎパイじゃないんだからもう。夜のお友達。うちのね、ザ・セコンドのワンマス、曽我和人でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしまどす。どうもおじさん、どない？いえいえ、ぼちぼち電話だ。ぼちぼち、土曜日の恋人。ぼちぼち恋人ではない。恋人ではないんだね。もう綺麗なお姉さんだったらよかったんだけどね。そうそうそう、今日はですね、行き別れの弟さんと一緒にね。ふさふさだ頃のね。行き別れの弟さんとね。はい、一緒にね、映っていただいておりますけれどもね。はいはいはい、いい顔だわ。本当に本当によう似とる。本当によく似てらっしゃる。いやー、いいな、本当に髪があったら羨ましいですよね。でもなんとなく怪しいで。なんで？そう？いや、怪しくてもいいな、このくらいあったらな。羨ましいくらいですね。そうかな。ふさふさですよ、ふさふさ。ええ、まあ確かにね。ふさふさですけど、若干ぽよぽよしてるよ、ぽよぽよ。ぽよぽよね。なるほどね。なんかちょっとぽやぽやな感じ、ひな鳥みたいな感じになってるけど。ひな鳥。それは大丈夫？なんかね、なんか身につまされる思いでね。ねえ、ちょっとあまりよろしくないと思いますよ。そうですね。ポワポワしてるのにもかかわらず、ちょっと脱色して痛めちゃったって感じだよね。もうとどめを刺したパターンだね、これね。そうですね。なんか詐欺、これはあれらしいですね。なんかもうなくなっちゃったらしいですね。もうないですよ。ね、生き別れの弟さんはもうらっきょうになっちゃったみたいですね。らっきょうね。気になっちゃったみたいですけど、ね、いや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 、そういった意味ではお兄さんの方はまだ頑張ってますよね。もうとりあえずはね、はい、もう風前の灯火と言わんばかりに、風前の灯火なるかどうかよく分かりませんけれども、ね、灯火だよ本当に。灯火は、まあ、灯ってるから灯火なんですよね。とりあえず灯ってますけどね。灯ってる大事ですよ、灯ってるは。そうですね、もうギリギリのところ行ってますね。ボーダーですね。本当にね、すいませんね、私のね、このツイキャス初めてお聞きになった方 ね、 ね、いるかもしれないですけどね、大体週末土曜日はこういうバカな話で盛り上がろうって、ね、もうつまんない話ですよ。もう覚悟してください。本当にね、バカっぱなしをできるぐらい、なんかこう一週間のね辛いことをこう忘れ去ろうっていうね、ということですよね。もうそういうふうな大義名分ですよ、大義名分って。だらだらと行きたいですね。おじさん、ちょっともうちょっといい写真見けたろうか。なんかないかな。でもいつも言ってて、本当かっこいい写真ないんだよね。これでいこう。加工してでもいい写真作りたいね、もう。もう作っちゃおうかな、自分で。かっこいいやつ。ね。ボロボロのボクサーでいきましょう。かっこよくないじゃないか、全く。いやいやいや、戦い抜いた男ですよ。全くもう。戦い抜いた男の写真ですよ。ボロボロでしたよ、この時は。もう。懐かしいな。2年ぐらい前ですかね。もう2年前ですよ。鈴木トレーナーから、ノブ鈴木トレーナーからね。お前はよくやったって。このボはい、こんばんは。本物ですからね。本物のブログですよ。お前はよくやったっていうね。
ボコボコにされて自分の人生のようだったなこの時は。そうこれはちょっと不適切な発言が続いたんで、ちょっと説教部屋でうちの高橋にもうライブの最中ですよ、もうちょうどのあれですよね、休憩時間中にボコボコにされて、ダスダスっていう音がね、ダスダスって音が、次のステージに上がる時に、後ろのノブ鈴木トレーナーとともにボロボロになってステージに上がったというどういうライブなんだまたちょっと裏切なっつってそう怖い休憩中でさんいらっしゃいすいません、変な放送じゃないですすいませんねすいません、うちのバンドのね、バンマスなんですけどね、はい、今写真写ってるのね、その後ろに写ってるのが、はい、パーカッションのノブ鈴木なんですけれども ね、 これうちのライブ、まあ、ちょうどね真ん中の休憩時間の時に不適切発言を粛清された、バンマスっていう、そうですライブ終わってからの粛清じゃないですよね、うちの場合はね最中ライブの最中に最中次のステージのことを考えないやつらだから、もうちょっと、もうちょっとなんかないんかな、いい写真。もうないんだよね。本当ですよね。本当にいい写真がなくてね。やっぱね、かっこよく撮ってほしいんだけど、そういうシーンがないんだよな、俺の場合はな。これでいいか。はい。ちょっとね、これ画面がね、10秒ぐらい遅れて。来るんで、これにしましょう。ありましたか。はい、これも変わらんじゃないか、全く。これでいきましょう。君ちゃうよっていう写真じゃないか、これは。もう。まあ、これでいきましょう、これでね。本当にないのかよ、俺、ギタリストなんですけど、私、一応。これが最高ですよ、やっぱり。これギタリスト、いや、もう、なんだって最先端ですよ。ピクトグラムですよ。ピクトグラムを ね、もうこれ何年前ですか。もうずいぶん前でしょ、これは。ずいぶん前からやってる男ですよ、うん。世界的ブームの前からやってますから。もう東京オリンピックのもうずいぶん前から。ずいぶん前から。前からもうこういうことやってましたからね。もうピクトグラムをね、表現する男ですよ。この顔まあ、貴重なこの頭の、ヘアを出している貴重なショットでございますね。そうですね。ね、なかなかないですからね。これなかなかないです。もう帽子を取った、やつはこれぐらいで終わりかな。ですよね。そう、この時期ぐらいで終わってしまったという。これぐらいで終わり。終わっちゃったって、なんか人生終わっちゃったみたいな。いや、終わってはいませんけれどもね。ねえ、もう。そうですよ、もう。まあね、おじさんのバカっ話はね、とりあえず置いといて、はい、置いとくのもどうかなと思いますけどね。はい、置いといてですね、もうあともうちょいで10月じゃないですか。そうですね。ねえ、早いですよ、本当に1年も。早いんすよ。バタバタと駆け抜けていく感じで。はい、10月というとですね、こういうことが行われるんですよ、おじさん。うん、知ってる？レイクサイドフェスタですよ。はい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 、はい、10月10日じゃないの？そうです。ですよね。まあ、昔の体育の日ですね。はいはい。体育の日ですけどね、これはまあ今は体育の日ではないと。今は体育の日ではないですけれども、ね、まあ、元体育の日。はいはいはい、元体育の日でございます ね、うん、ね、そうです、今年も、配信ですけれども開催するということで、はい、そういうことでございます、ね、配信ですが、開催いたしますんでね、これ通年ねレイクサイドフェスタ、まあ、滋賀県大津でねずっとやっておりましたけれども、今年は、まあ、今年、まあ、去年もそうだったんですけどね、まあ、日中、去年はね、配信で日中を行いまして、今年第7回これはですね、まあ、日曜日ということもあってですね、日中という、まあ、夜ゆっくりやろうぜということで21時から配信ということになりました。
食後のひとときですね。そういうことでございます。食後のひとときです。21時からなんでね、早めに飯食って風呂入って寝るだけにしてくださいね。10月は祝日ないです。ね、祝日はないです。10月ないんですよ。ないのか。ないんですよね。まあ一応まあ9時ぐらいからダラ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 とね、やりたいなというふうに思いますのでね、皆さんが参加。これトークがメインで。何やってるんですか。そんなこと今言えるわけないじゃないですか。言ってちょうだいよ、ちょこっとぐらいは。いや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 、それを言っちゃおしまいよ。ちょっとは匂わせてほしいな。いや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 、まあこれは10月10日でございますんで、10月10日が過ぎますとですね、今度10月31日、10月31日というと、おじさんどうぞ。あれですよね、あれ配信ライブがあるんですよね。いやー素晴らしい。違ったっけ。画像がまた遅れて、いやもうニュー相棒お披露目オールリクエストライブ。何をまたこれモザイクをかけてるやないか。モザイクって当たり前じゃないですか。ニュー相棒は見せませんよ。ニュー相棒は見せませんよ。そらこれモザイクいやらしいわ全く。いやいやいや、これちなみにですね、FC の会員限定のライブ、ということになっております。ね、あのね、間に合う方はですね、入会していただけるとですね、ちなみにこれオールリクエストでございますね。オールリクエストでございます。なので、皆様からのリクエスト、 FC 会員の方からリクエスト、わっしゃー来たやつから、これ無理ってやつはどんどん弾いていきます。リクエストっていうのは いろんな曲、オリジナル曲、全然問わずですよ。問わず、問わずです。何だっていいですよ。昭和カレススキとかね、まあ、全然お顔を超えていこうでは、でも何でも OK です。お顔を超えて、いらんがなって。そうそう、無法末の衣装でも何でもいいんですけど。なるほど、まあ、曲のチョイスは私に任せていただくということで。ね、から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 じゃ、薄めでじーっと見てもダメやね。薄めで見てもダメやで。必要はないわな。さすがにな。無法末の一生はなか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 ないと思いますね。なかなかないと思いますけど、まあいろいろ、はい、いろいろ送ってみてくださいということ、はい、まあね、まあカバーできるかできないかっていうのもあってね、まあ当然ね、時間の制限もあることでございますからね。そうですよね。その中で、まあ、できる限り皆さんからのメッセージ等々をお紹介しつつ、やっていこうかなというふうに思います。これが10月31日、なんとなくなんとなく、皆様の目のこう左端の方になんとなくかぼちゃの野郎がいますけれども、全然関係ないです、ね、かぼちゃ系ではございません。おお、これはかぼちゃなの、これ黄色いやつね。かぼちゃ系ではございませんと、はいはいはい、なるほど。隅っこの方に、隅っこの方にかぼちゃ系ではございません。系だけども違うのね、はい、全然違う。じゃあちゃんと書いてあるじゃないですか、かぼちゃ系ではございませんって。どこに書いてある。真ん中、ど真ん中に FC 会員限定ライブとなりますの下に米でかぼちゃ系ではございませんって書いてあるでしょ。ちっちゃいやつね。保険のあの契約の時、規約のレベルのステージでね。そう全然去年は祭りでした、タイトルが。あ、そうですよね、はいはいはい、はい、去年は竹本さんち祭り、でした。で今年は、はい、そういうタイトルはつけ、オールリクエストライブですから、はい、そういうタイトルはつけません。何が来るかは私まだ知りません。そうだね。うん、当日、あれ、それ前に当日リクエストっていうか、事前になんかこう、事前に。なるほど、それもじゃあ、ファンクラブ会員じゃないと。そうです。そこに、ね、そうですよ、ね、ちょろっとね、FC 参加してよ。参加してよ、みんな参加してよってね、こいつね、大層なことじゃない。まあまあそういうふうなことが行われるんだということをね、
覚えておいていただけるとね、9月30日までリクエストね。おお、じゃあないと俺準備できんから。そうですよね。譜面だってね、準備 しなきゃいそうなんだよ。これ大変なんですよ。譜面起こさないかんから、俺。そうなのよね。うん。そうなんですよ。ぜひぜひ。ぜひはい、こんばんは。いらっしゃぜひぜひ、無法松の一生以外の曲無を。法松の一生、丘を越えていこうよ。その辺はちょっとパスしてもらって。 いやいやいや、いいですよ、別に。全然大丈夫ですよ。なるほど。なんだってやりますよ、私は。昭和枯れすすけ、枯れちゃああ、うのもうね、昭和で枯れちゃってる人枯れからちゃ言われても、あんまりね、う。そうあれ、あんまりピンときませんけど。賛成。枯れてます。すいません。リクエストにされたメッセージ、ライブで読まれたりするんですか？呼ばれます。おお、なるだって、その方のメッセージを紹介しないと意味がないですね。ほど。なああ、遅るほど。刻組、あ、軍歌でも大丈夫、何だっていいです。だからできるかできないか私が判断いたしそうますですのね。でね。なるほど、なるほど。リクエストの送り方分からず悪戦苦闘してます。お、分からんて。ちょっとももさん、分かる何と人、かして。ね、ももちゃん。ちゃんと教えてやってくださいね。リクエスト、メールです。メール、FC サイトに詳細が記載されてますということで、FC サイトのリンクを送ったってくれ。ね、会員の方はそこからペコッとログインすると、細かいことが書かれてますんでね、それに従ってよろしく頼みます。美香子さんと風味がスクワットでもしながら廊下で立っててください。秋葉さん、そろそろ座っていいよ。後ろに今ね、ずっと立ってたからね。怖いな、全くな。体育会系だな。当然じゃないですか。何を言うんですか。当たり体前じゃ育ないですだか。よ、本当に。ボコボコにされた男なんですけどね、私下半身モザイクじゃないですよ。ああいう、そんなことないです。ギターです。ギターモザイクね。これ先日、沖田に行って、ギターを始めて手にした時の写真でございますね。いいな、ユーギター。いいや、な。超絶なりますね、このギターね。いいな。いいなじゃないっすよ、おじさん。あれが。ね、若かりし頃の思い出の曲でもいいですよ。私の曲じゃなくても大丈夫です。ねえ、安心してください。安心してください。入ってます。だってモザイクかかった写真をフライヤーで使うっておかしくね。ちょっといやらしいわ。それダメだろ本当ですよ、全く。どこを隠してんだってなっちゃう。これはもう当然ギターを隠してるんですよ。目細くしても見えないよ。懐かしいな。目細くしてもダメだよ。一生懸命昔はよく目を細くしてましたけども。ああ、はいダメだよ、そういうはことはね。いはい。ですね。い無理くでらすオかールね。ナイト日本世代といえどもね、そうですよね。そういうことしちゃいけませんよ。はいはい。いや、下半身モザイク、あ、こんばんは。なんで見たこと急に出てんの。下半身モザイク関係なかろう。ですね。なんかこの、なんとなくこう、肘の開き見てわかるんですよ。ギター抱えて弾いてるんですよ。これね、ギター受け取りましたよ、ゆみちゃいいん。な。いやね、これね、FC の方の有志の方からね、まあ、いろいろね、協力していただいてね、40周年記も念ってことで、う、記念そうでです。プレゼントさいれや、たの自分で買おうと思ったんですよ、俺。一本作ろうと思ってて。まあ、ほら、記念のね、ちょっと大きめのステージ考えてたんですけど、まあ、こういうことになっちゃったんで、まあね、こういうご時ことに世なっね。ちゃったんで、これはまあ、それはそれだと。でも、まあ、周年は周年に違いねえから、ね、今やってる、まあ、アコースティックのライブ、なかなかね、バンドでっていうのが今できないじゃないですか。難なんしいで、まあ、アコースティックのライブでこうやるのに、がっつりと何か出せねえかっていうね。何か出せねえか、こらっつってね。もなるほど。う。んで、やったわけですよ。うわ、
まあ作ろうと思って、で、まあ、作ったわけでございますけれども、ほいほい。いや、いいよ、いやいいな。いいよ、これじゃあ、はこいいのよ。ライブが初めてのお披露目で、まあ、そうでだからす。要するに、まあ、要するに FC、ファンクラブの会員のライブだから、まあ、その人たちが優先的に先にご覧になって、いい音を聞けるわけね。そうですね。ですよね。まあ、ありがたいななとるいほうこど。と、感謝の気持ちを込めてやならるせほど。ていただきましょうかなとなるいうほど。ふうに思っとるわけでございます。これで1曲なん目、たってね、周1曲年目だ楽かしらみね、悲しみ本線日本海？違う。だね。1曲目の、ニューギターで、その曲から始まりますか？ 悲しみ本線日本海かな？いいですいや。よ。悲越し冬み、燕でもいいです本よ、俺線。は。なるほど、なるほど。いいですよ。曽我さん生で聞ける。当日私一応カメラマン&スタッフで、お邪魔する予だっ定てなんで。写真はちゃんと撮らにゃ。そうですね。パチパチ撮って、またシャッターのいや、音も今だ聞こえかてきら、ますからね。ギターってね、受け取って、すぐいい音が鳴る。まあ当然鳴ってるんですけど、もうちょっと時間かかるんですよ。そう、アコースティックギター特にそうですけど、少し引き込んで、こう板をね、板の振動だからね。そうなんですよ。そう、それでい鳴らわさゆるないといエイけジない。ングというか、馴染みというか、そういうものをしないと、まあ、本来の慣れというか、こなれというのが出てこないんで、ちょっと先日いただいて、もう今自宅でガッツンガッツン弾いておりますね。それで、その細かい、細部に振動、まあ、よくほらスピーカーとかでもエイジングってあるじゃないですか。そう、振動ものは特にね、そうです。やっぱりエイジングをすることによって本来の鳴りが、もう風味と美香子ちゃんね、自席に座っていいですよ。お休みくださもいもがね。プルプルし始めたんだったらね、座っていいですよ。もういいでやすよ。ばい大な、丈そ夫れ。ですよ。もう大丈夫ですよ。明日筋肉痛になっちゃうからね、気をつけましょそうです、そうう。そう。そうなんですよ。これ馴染ませなきゃいけないんで、そうですよね。ですよ。いやもうコツコねツエイジングしながら、それで当日10月31日が楽しみですね。え。いやいいね、秋葉さん。噛ねむほどに味が出る。私たち世代。そうああ、でなんたってね、スルメエイジと言われてますからそれ。噛んで噛んで、しスみてしルみて。メエイジ。どうなんすか、それね。ねこれ、え。まあ、そうだな、おいさん、もうちょっとかっこいい写真探したろうか。ないのよ、それがまた。あんまりないんだよな。本当ですよ、もう家にもなりゃしないよ、全くもう。本当だよ。本まあ、当です家よ。にしてもいいレベルの写真をね、今ね、ちょっとね、ちょっと、本当ちょっと待っに。てね、ちょっと待ってね、今ね、ちょっと今、1枚、1枚。探すほどですよね、ないのかないのか、ちょっと。大変なんですよ。もうね、見つけるのが大変だね。本当。まあ、見つけたは見つけたんですけど、これちょっとあれやなんね。と、まあボいいケや。てる。全然大丈夫です。大抵大俺の場合ボケてる、写真の方見てね。もう名実ともにボケまくっちゃってからな。ボケてんのもまあ一まあ応。これぐらいで、ありもうます？ちょっと下か。ちょっと待ってください。今葵さんのね、ちょっといい写真をね、まあいいっすよ、俺のは。もうどっかの、葵さんの、ほら、ハロウィンの顔、かぼちゃだから、なんかあっちの方にちっちゃく乗っけといてくれればいいですから。左下の方にちっちゃく。こんな感じでどうですか、こんな感じで。俺、これ画面が固まってんのかな？ちょっと待って。こんな感じですか、こんな感じでね。ちょっといか後でがです確か、認して皆みさよんう。ね。あ、これ、あれ？おお、どうですか？誰だこれは。いや、誰だと言われても、誰だこれは。誰だと言わ俺れてだもっでつすっよ。て。誰ほいだほとい言ほい。われてもね、分かりませんけれどもね。ある一コマだね。まあまあ、これぐらいだったらね、爽やかなおじさんが、そうですね。こう、海バックで、いいなん感かじですサムね。アップ、サムズアップ。いい感じですね。痩せて見えるし。これだったらええんちゃう？
しばらくこれにしときましょう。うん、まあ、いや、俺の写真はいいから、とにかく。私の写真はいいから。そうなんだよ。愛が大きすぎて大変なんですよ、まこちゃん。うん、もう、本当に。遊ばれてるからね、全くね。何を言ってんですか、冗談じゃありませんよ。かなり遊ばれてますよ。冗談じゃありませんよ、何言ってんすか。いじられて、いじられて。いや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 、そんなことないですって。ないですか、そうですか。そんなことないですよ。もう、いじったりしてないでしょ。これはもう皆様が一番よくわかってると思いますよ。本当？アンケート取ってみようかな。アンケート取ってみてくださいよ。異常調査っていうことで。もうせっかくなんでね、はい、シュッとこれぐらい大きくしておいてあげましょう。あ、ね、もうでかくなくていいから、もうボロが出るんでね。もう、あのボロが出てるっていうかね、もうボロボロですけどね。もうほんとボロボロですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。もうお願いしますよ。いやいや、まあ、いやいや、でもまあ、あれですね、こんなもんでいいでしょ。こんなもんで、こんなもんだったらいいでしょ。こんなもんで、これサングラス、いいもね。あ、そう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 、なんかサングラスに帽子だから誰だか全然わかんないけど、わかんないこのくらいで十分だ。ちょこちょこ撮りましょう。かっこいいところばっかり撮ろうね。いやいや、まあ、そろそろほら、正面向いて笑ってる写真をこういくつか撮っていかないと。家ですか、それ。次に使うそういう写真ってのはもう家ぐらいしかないから。いやいや、もうそういう写真をね、どんどん撮っていかないと。本当ですよ、もう。本当そんなお年頃になってしまいました。だからそれをね、ちゃんと渡していかないと。そうですね、大変ですよ。まあ最終的にね、ずっと残る顔だから。あ、 AV 現場で活躍する20代。ああ、なるほど、いいな、その表現。 AV 現場で活躍する20代、なるほど。夢です。見立ててイエーイ。本当にイエーイです。高島さんだな。イエーイ、イエーイ。本当ですよ。どうすかそれ。イエーイですよ、本当にも。まあ、いいと思いますよ、おじさん。まあ、そうでなくちゃね、やっぱりね。もう少しは元気出さないと。そういうことですよ。AV 現場で活躍する20代ですよ。いいな。どう活躍してんだか知らんけどね。いや、もうこれ今は言えませんけど、もういろんな多方面で活躍したいですよね。高尾お前マニアックなとこ褒めるな。親指が長くて美しいって。なるほど。本当だね、これ異常だね、これ。ずいぶんマニアックなとこ褒めるな。そう、これやってたね。これ襟足が綺麗ですねとかね。襟足が綺麗って、それは褒め言葉かどうか言おうかも分かんないですけど、女性だったら、ああ、ありがとうと言うんだけど、襟足綺麗ですね、どうなんだろうな、ね、いや、いい光の加減ですねとかね、いいボケ方ですねって、そうですね、絶妙のボケ。絶妙なボケだよね、全く絶妙なボケですよ。そう、でも褒められてるのかよくわからないですよ ね、 いや、すごいですね、絶妙のボケですね。絶妙のボケ、絶妙なボケ。はい、こんばんは、いらっしゃい。こんばんは。はい、いらっしゃい。ごめんね、こんなくだらない話しててね、申し訳ないですね。あ、耳たぶの光の透け具合がいいですね。あ、いいとこ褒めるね。なるほどね、やっぱ褒めるって大事だよね。そうですね、もう褒めるって大事ですよ。そうなんですよ、もうどっか探してもらうほどに、あれですね、褒めてるところがないから、もう耳たぶに行っちゃったという最後。いいじゃない、いいじゃないですか。ね、あのもみあげのこうひげ剃り跡が一切ないところがいいねとかね。あ、なるほど、なるほどね。全然わかりません。わからないね。誰もカメラマンを褒めないって。そうなんだ。誰も褒めない。そうだな。まあね、いろんな、まあ、生きてるうちにね、いろんなところをね、帽子のつばの曲がり具合が素敵です。
もう人物外れてきたな。外れてきたな、本当ですよ。人物外れてきた、ついに。とうとうそこまで行っちゃったかと。人物外れちゃダメだろう、さすがに。もう褒めるとこないから。あまりにもマニアック。本当ですよ。素晴らしい。いやいや、すごいですよ。褒めるとこがあるってことはいいことですよ、おじさん。そうですよ。もう褒められて伸びるタイプだから、俺なんて。そう。褒められて伸びるタイプだからね。本当ですよ。俺たちほら、基本褒められないと伸びねえから。そう。褒められてやっと 0.5 歩ぐらい伸びるぐらいだから。そう。褒められて初めてだから。スタンス短いから、うち。大変です。首の太さがちょうどいい。なるほど。そこに来ましたか。新しいとこ来たな。首の太さね。なるほど。マニアックですね。いや、いいですね。いや、よろしくお願いしますね。お願いします。というわけでね、おじさん。はい。もう12月の準備が始まるんで。もう10月のライブ、さっき言ってたと、次に12月の話も。だって10月は俺一人頑張ればいいだけの話やん。ね、とりあえず私は写真パチパチやりますけども。で、おじさんは、はい、前回みたいに、ニューってレンズが出てこないように気をつけてください。あれ難しいのよ。もう画角がこう読み取れなくてね。いやいや、レンズだけ。ラマチョさん、ありがとうございます。前回のライブ見た方ね、ニューって出てくるから、ニューって。ね、黒いやつが。本当ですよ。ズームってこうレンズがミヨーって伸びるんだよね。その分を私は計算してなかったという。ミヨーってフレームインしてシューってされていったっていうあれは面白かったな、ね、気をつけます。いや、いいじゃないですか。ねえ、あ、いいですね。87度ぐらいの肘の曲がり具合がいいって。誰か武道機持ってねえかな。あ、いいな、おじさん。いろんなとこから褒められてていいね。ありがとうございます。あ、よかったよかった。希望が持てました。あ、じゃあ、いい気持ちで寝て。了解。今日は熱気が良さそうだって。あ、よかったよかった。あ、本当です。まあ、じゃあ、そういうわけで、おじさん。はい、はい。はい、お疲れ様でした。わかりました。皆さん素敵な週末を。この写真でクローズしたくないからね。ね、顔出しタイムで皆さんもいい週末を飾ってください。終わってもいいんですか。T シャツの素材がいいですね。なるほどね。全然褒められてないけどな。これ撮ったのは竹本孝之氏なんで、カメラマン褒めてあげてください。最後。これは違うよ。これはももちゃんだよ。あ、そうだっけ。うん、違ったっけ。そっか。これはももさんだよ。そう、わかんない。手前、撮られたのもあんまし覚えてないから。そう。俺が撮る写真って大体悪意があるから。頭頂部しか撮らない男だから。いや、そんな何言ってんの。油断ならないよ。俺が撮る写真は大体悪意ですからね。これね、本当ですよ。ね、気をつけてくださいね、皆さんも。どこで盗撮されてるかわかんないからね。はい。じゃあ、そういうわけでね、はい、おじさん、お疲れ様でした。はい、どうもお騒がせしました。はい、良い週末を。おやすみなさい。失礼します。どうも。というわけでございましてね、ここら辺でね、一曲お聴きください。どうぞ。Thank you.
はい、どうも改めまして竹本でございます。どうもね、土曜の夜のおいさんでございました。はい、こんばんは。はい、こんばんは。あー、ブルームちゃんありがとうございます。チュ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 ありがとうございますね。いやね、まあこうやっておいさんとねバカっぱらししてるのはね本当に、ありがてえなと思いますよ。なんかね、まあいろいろ言われてる時代じゃないですか。なんかこう守備、あーすいません、ラスカちゃんありがとう、シュシュシュタッチ、お疲れ様でした。あ、ナムちゃんありがとう、シュ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 タッチありがとうございます。
いやね、まあ直接ライブに伺えない日々が続いてるわけですね。もう1年半以上か。ねえ、あら、ライカさん、ありがとう。よし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 。タッチ。はい、こんばんは。改めまして。T シャツに、ちょっとね、小ぶりですけどね。じゃあ行ってます。あ、まこちゃん、ありがとう。あ、まさみちゃん、ありがとう。いやー。ねえ、いやもう大変ですよ。こうギターが来た以来ずーっとですね。おじさんと話してるときはもう私もストレスもう全開ですよ。いやいや、ストレス全開っておかしいな。それはちょっと違うな。 そうじゃないんですけど、なんかこう無駄な話とかバカ話とかする時間って僕はとっても大事だと思ってて。なんかこう難しいことをね、言うのって、まあ変な話いつでもできるんですよ。でもなんかこう腹の底から笑えるような話だとか、ああもう冗談言ってんじゃないっすよって言えるような会話ってとっても大事だと思ってて。あんまりね、こうほら、耳に入る、ああ、まゆみちゃん、ありがとう。ねえ、なんかこう、耳に入ることがね、こう、なんかジクジクしてたりさ、なんとなくピリピリしてたりさ、そういうのってのはやっぱよろしくないじゃないですか。しかもやっぱり週末の夜だよ。週末の夜にはやっぱりね、バカな話するのがいいんだよ。中身がない話ね。もうね、昔からそうですね。だって上に書いてるじゃないですか。まったり配信中ですから。ね。本名どうでしょう。おー、はい、いらっしゃいませ。ね。難しい話は、反芻して持ち帰っていただければいい。でもそのかあれか、もう全ゲーム実況とかゲーム実況とか、ゲーム実況しかやってないから。 己の気分転換をこう配信してしまうというね。 あんまよろしくないなと思いますけどね。 朝までやっちゃいそうだよね、あれね。気をつけないとね。気をつけよう、気をつけよう、気をつけようね。いやもう、でも本当そうですよ。やっぱなんかこうくだらない話がね、大事だなっていうふうに思うんですよ。なんかねえ、その週末ぐらいニコニコして過ごしたいじゃないですか。なんかほら、1週間いろんなことがあってね、まあ、その当然面白いこともあるだろうし、面白くないことも当然あるだろうし、そういうの抱えたまま次の週に入っていくって、俺あんまり好きじゃなくて、なんかこう気持ちをね、こうリセットできるような時間っていうのがとっても大事かなっていうふうに思うんですよ。ね、その中の一環としてね、この配信に付き合ってくれれば、それだけでな、ちょっと嬉しいな、なんていうふうに思ったりもするわけですけれどもね。まあ、FC に入るとね、まあ、何があるかっつったら、まあ、ツイキャスで一般配信してるのは大体週に2回ですね。まあ、大体水曜日とこの土曜日。で、グループ配信やってるのが大体月曜日と、あとは、こう、不定期でちょくちょくやっております。なかなかね、オンタイムで皆さんがっつり見られるような時間ではないんですけれども、なんとなく、あ、ちょっとどうしてるか聞いてみようかなぐらいのやつでね、ちょいちょい配信したりもしてますので、ね、まあいいでしょう。あー、すいません、ナミちゃん、ありがとう。よし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 、タッチ。ゲリラ配信がですね、まあ大体もうあんまりね、他の方に迷惑かけてもあれだと思うし、まあちょっとやってるこの内容的なものがね、あれですから。ああ、美香子ちゃん、ありがとうございます。あ、しゃ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 したち。なので、まあ、グループ配信がね、そういうなんかこうバカ話もやりつつ、いろんな、まあ、今後のこととか、情報とか、まあ、そういうふうなものを、
いう場所になってます。まあ、私だけじゃなくて、まあ、先ほどからね、ちょくちょくちょっと、桃ってのが出てきてますけどもね、私のチーフマネージャーでございますけれどもね、なんか桃と KFC 会員の皆様でディスカッションをされてるらしいっす。ね、私はそこには入れてもらえてませんけれどもね、ディスカッションをしてる場、なんかいろんなことをね、まあ聞いたり、してるみたいですよ。うん、お呼びではないです。そういう圧はいらないです。そういう圧はいらないです。大丈夫です、大丈夫です。ね、もう下がっても 大丈夫です。 ねえ、まあいろんなことがありつつね、そうやって思うことをこう書けるとか、昨日ブロックされてなかったの俺。あ、そうなんだ。知らんかったよ。そっか。次からね。あ、内緒話してるんだ。内緒話してるんだ。くっそ。まさかの私を外すっていうね。よくわからない よくわからない現象が起こってますけどね。まあそういったものも、ね、入って、聞くことができるという、そういうことがね、あるので、まあ、ぜひとも FC の方にね、ちょっとね、入会させて、していただいてですね。愚痴ですか？相変わらずですか？まあいいんですよ、いいんですよ。あ、誕生会は OK なのね。わかったわかった。早く言うてくれ。早く言うてくれ。そういうことは。ね。もうね、大変ですよ。もう昨日はですね、まあぼーっと鬼滅見とりました。 あ、何でも言わ。 あ、すいません、すいません、すいません。ね、そういった企画も進めつつ、やっていこうかななんていうふうにね、思っております。今日も一日、ギター触っておりましたけれども、やっぱ本格的にちゃんとがっつり、なるようになるまでにはまたちょっと時間がかかるかな。あと1ヶ月ぐらいはかかるのかなと思います。その間ずっと触って振動をさせるっていうことがとても大事で、ギターって、要はノリというか、ニカワというか、そういうものでギターってのはくっついてるんですけど、それがこう振動させることによって、より密につながる。ああ、かおりちゃん、ありがとうございます。よしよしよし、タッチ。ね、このような時期、いやいや、まあ癒されてる、こちらの方が癒され。アクティちゃん、ありがとう。よし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 、タッチ。一日何時間も、どれぐらいギター触ってるんですか？ああ、そうですね。自宅のスタジオで仕事してるときは大体8時間ぐらいですね。は触ってるかな？朝から晩までずーっと触ってますね。基本ボスなしての楽しいお話。悪かったね。悪かったね。悪かったね。ぜひ私の配信にも遊びに。そうです。うちのね、高橋もアカウントを作ってやってますので、それから、あ、あみちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。本物の竹本さんですか？すいません、ちょっと年食ってますけれどもね、一応本物としてやらせてもらいます。40年ほどやっておりますけれどもね。大体それぐらい、8時間ぐらいは触ってるかな。弾いてない時も、そうだな、1時間ぐらいかな。家族サービスする時間ないです。いやいやいや、何を言ってるんですか。僕、これ、自宅に戻ると、誰もいないんで、みんな仕事してるんで。みんな仕事行っちゃうんで、一人なんですよ。家に残ってるのが。なんで、何もないんで、一応ね、花の方をやって、それからが、その後の時間はもうずっと、一人でございます。で、もうボン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 、ガチャ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 やっております。多い時に8時間、そうだな、でも平均で言ったら6時間ぐらいは触ってるかな。いや、別に寂しくはないですね。その息抜きでゲリラ、その通り。その通り。
なんだってね、言語配信ですからね。そうなんですよ。ね、まあね、働いてらっしゃる皆様には誠に申し訳ないなと思いつつもですよ。思いつつもですよ。まあ、ちょっとね、ああ、ガルちゃんありがとうございます。よしよしよし、タッチ。なんかこう、じーっとしてるのってあまり得意ではないけれども、まあ喋るのが得意ではないんですよ。うん。なんで、一日黙っておいてくださいと、僕は普通に黙っておけるんですけれども、そうそうそう、ギターを鳴らして、響かせて、うん、その板に、ちゃんとお前は振動する楽器なんだよ、つって。うん。抱えてあえて落ちは絶対しません。うん。そんなことはできません。それはないです。ええ。ね、そうやってFC 会員の皆様からね、志をね、いただいて、で、まあ、そこに、まあ、自分で買おうと思ってた金額出して、で、買ったギターです。そんな、抱えて寝落ちなんてのは、できるようなものじゃないです。はい。もうこれ本当に、楽しみにしといてください。あら、エリちゃんありがとう、よし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 、タッチ。まあね、元気もらってますって言ってくれる、まあそうやって言ってくださるの本当はもうありがたいなと思う。なんかもう自分もね、元気をもらってるっていうふうにも思いますし、あー、ギョーさんありがとう、よしよし、タッチ。本当に元気もらってると思ってますからね。いいギターですよ。いいギター、びっくりしますよ多分皆さん。でまあね、こういうコロナ禍明けて、まあ、ツアー回れるようになったら間違いなくそのギター持ってツアーに出ます。でちゃんとステージに飾っておきますね。まあ、大変です。まあどういう風な細工がされてて、どういう風な音が鳴るギターなのかっていうのは、その時確認していただけるんじゃないかなと思います。多分ですけれども、まあ、今ツアーで回ってる人たち、いろんな方がね、いらっしゃって、いろんなギターあると思いますけども、多分最高額に近い、ギターだと思います。いいっす、これ。いや、やっぱりいつまで弾いててもね、飽きないですね。やっぱりその欲しい音、欲しい、あら、ちなみちゃんありがとう、よしよしよし、タッチ。欲しい音ってでやっぱりあるんですよ。まあ要はストロークでじゃらんって弾いて、じゃらんと弾いた時にいい音、あー、ケミちゃんありがとう、よしよし、タッチ。あのね、じゃらんって弾いていい音が指で弾いていい音かっていうと、それは違うんですよ。僕もやっぱりその配信でライブやる時ってギター何本か持ち帰って、あー、カオルちゃんありがとう、よしよし、タッチ、やってますけれども、指で弾く音とそのストロークでジャリンっつって、ジャリンって弾く音は違うんですよ。これは結構違うんですよ。なのでギター持ち替えてやってるんですけども、それが難しいですね。これなかなかですよ。これ楽しいです。今度のやつに関しては、ストロークで弾いた音も抜群にいいし、指で弾く音抜群にいいですね。あと僕がこれはちょっと驚愕だったんですけども、だいたいいろんなギターを弾くときってカポつけるんですけども、カポつけてキー変えて弾くわけじゃないですか。アコギの場合ってだいたいそういうのが多いんですけど、カポつけるとだいたい音って詰まるんですよ。
低音の響きとかね、まあ、いわゆるその、うん、いわゆる弦自体のそのストロークが短くなるわけですから、マーチンじゃないです、国産ですね。うん、でその短くなる分だけ音ってやっぱり伸びなかったり詰まったりするんですけども、この新しい相棒くんに関してはそれがないですね。びっくりしましたね。ありえねえと思いました。普通どんなギター弾いても、うーん、間違いなく、あ、音は詰まるんだなと思ってたのが、うん、ちゃんと低音吹くよかなまんま、うん、きっちり伸びていくっていうのが、おお、すごいなと思って、今まで弾いたギターの中で最高ですね。うん、で前話したと思うんですけど、黒沢楽器のね、新宿総本店で、まあその時当時担当してくれてた近藤さんっていう方がマーチンのすんげえ高いギター作って、でそれ弾かしてもらった時に、わあいい音ですねっつって、まあその近藤さんが黒沢辞めて沖田に動いたんですよ。で、まあその近藤さんが自分でお金かけてカスタマイズしたマーチンよりもはるかにいい音ですね。これはびっくりしました。こんなギターできるんだと思って、いやー驚き。これがね、配信でちゃんと伝わるかどうかですね。カスタムですね、竹本カスタムです。もう起きたギター竹本カスタムでございます。もう、まあ、楽しみにしててください。いやーどうなるでしょうかねこれね。まあちゅうわけでね、9月、もう時期終わりになりますね本当に。いやあっという間だな、でも本当にこればっかしは。丸竹マークは入ってないですけどね、でもあいつは入ってますよ。あいつは入ってます。まあね、今度ライブ回れるようになったらちゃんとね、見えるところに置いとくんでね、これ見ておいてくださいね。うん、細かいその印例使い、そんなに派手派手しくはしてないです。印例がどういう風になってるかとかね、楽しみにしててください。いや、いいよ、久枝ちゃんびっくりするね本当に。でそれを普通のツアーに持ってきますから。でもいいですよ、工芸品じゃねえから。僕はだから車でも何でもそうなんですけど、ノーマルで買った車をカスタマイズするってあんまり好きじゃないんですよ。でも必要最低限のものを準備したら、それ以外はずっとノーマルなの。あ、こんばんは。今ね、新しく、作ったギターの話をしておりますよ。ねえ、そのギターは使ってなんぼです。楽器なんか弾いてなんぼ、僕はずっとそう思ってます。だから弾かないと意味がない、意味がない、本当に意味がなく思っておりますね。車の中に置きっぱにはしません。車に置きっぱはしませんね。そういうことね。カメラもね、レンズいっぱい持ってて偉いっていうわけじゃないからね。ほら、あ、キョコちゃんありがとう。よし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 、タッチ。沖田ギター、竹本カスタムね、ぜひ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 10月31日のライブでございますんでね、これ、ご参加。いいっすねこれ。そうね、どんな感じになるかな。ね、まあ40周年の年、まあ周年のね、大きなそのコンサートは延期しました。まあ延期しましたというかね、周年ってまあ一応ね、中ですからね。どこまでいけるか分かりませんけれども、まあそれの自分なりの一つの答えを皆さんからね、預かったというふうに思っております僕は。
なので、その音、そのギターを弾くライブが10月31日2時からというふうになりますのでね、会員限定のライブとなりますのでね、皆さんよろしければ会員の方にね登録してくださいということでございます。というわけでございまして、皆様ね、いやもう本当にね、時間が過ぎるのはあっちゅうまでございますね。もうでもこれ1時間半早いな。だいたいくだらねえ話してる時間ってのは長いんで、早く感じるんだよね。 楽しみに待っててください。というわけでございまして、土曜日の配信ね、本当にどうもありがとうございました。皆さん、ありがとう、ブルームちゃん、ありがとう。よしよしよし、タッチ。また、いろいろ煮詰まったりしたらね、ゲーム配信。中ちゃんもね、今度また遊びに来てください。だいたい土曜日の9時半ぐらいからは、間違いなくやっております。ね、楽しみに待っててください。というわけで、本日はこの辺でお開きということでございます。皆さん、週末、まあ仕事の方をね、お休みの方、いろいろいらっしゃるでしょうけど、1週間分の疲れをね、ちゃんと癒してください。ね、というわけでございまして、本日もありがとうございました。ほいじゃ、おやすみ。じゃねー。Thank you.